羽田トンネルは東京都大田区にある首都高速道路1号羽田線のトンネル。大田区大森南5丁目から大田区羽田空港1丁目を結ぶチンマイトンネルで1964年8月に鈴ヶ森出入口から空港出入口延伸に伴い開通。羽田海底トンネルと呼ばれることもあるが上部に流れているのは海老鳥川である。片側2車線。 制限速度は時速60キロメートル。危険物積載車両は通行禁止となっている。昭和島ジャンクション空港西出入り口間にあり、1994年の湾岸線開通までは東京都心、千葉方面と羽田空港、横浜方面を結ぶメインルートであった。このため、交通集中と勾配により頻繁に渋滞が発生していた。 渋滞緩和策として、1990年から1998年までの間、上り線空港西入口から、羽田トンネルに並行して、昭和島ジャンクションに抜ける、羽田稼働橋が使用されていた。首都高速羽田線の建設当時、海老ト川を挟む部分について、当初は橋を架けることで通す計画となっていたが、 近くに位置する羽田空港の管制官から離着陸の妨げになるとクレームが寄せられ、道川の下をトンネルを掘削して通す計画に変更。しかし、この掘削計画の実行には約2年間道川をせき止める必要があったことから、掘削計画を聞きつけた地元、工事や漁協の組合員たちが乗り養殖に影響が出ると猛反発。 どうを挟む区間を受け持つ工事事務所を選挙するなどの騒ぎを起こした。以上の経緯から建設作業が進まない中、1日で済むトンネル工法として、海抜ゼロメートル地帯が国土内の多くの主要都市に存在するオランダにおけるトンネル建設で採用実例を有するチンマイ工法の存在を聞きつけた。これを受けて、前期、 工事や漁協の組合長からの同意を取り付ける等の行動に移し、本トンネルの完成に至った。なお、本トンネルに使用された、沈米箱は、鹿島建設、石川島張間重工業が建造したほか、完成された軽村を建設区間内の指定位置に埋設する作業は、深田サルベージが担った。湾岸分岐線は、昭和島ジャンクションと東海ジャンクションのみ、 ハット ABC 今井明。プロジェクト X 挑戦者たち第168回首都高速東京五輪への空中作戦。NHK ありがとうございます。